どうもこんにちは、ダヴィンチ研究所です。毎日雨が続いて、早く梅雨が明けてほしいなと思いますけども、なかなか、雨が止みません。もう雨ばか降ってるので、最近は涼しくてですね、私の住んでるところはまあ標高も高いんで、寒いくらいです。今日はもう寒くて、冬のセーターを着てるくらい寒いんですけども、まあそういうことで、まあ皆さんの お住まいのところはどんな感じでしょうかね。また今日も、だらだらやっていきたいと思いますが、昨日は、まあ、モナリザの、モナリザというか、私がもう一回その絵画の研究に、こう、のめり込むというか、入って、いくいきさつをちょっとお話ししましたけども、今日はですね、私の、Facebook とかそういうところの投稿を見ていただいている方よく知ってると思いますけど、原画に反転させた絵を貼り合わせて、それを 50% 透過させるという画像をよく投稿するんですけども、なぜそういうことをやり始めたかということを説明、していきたいと思います。そのきっかけはですね、皆さんご存知かもしれませんが、ダヴィンチの、キリストの洗礼、ちょっと画像をお見せしたいと思います。これが、キリストの洗礼という絵です。これ、いろいろ、私もルネッサンスの時代に生きてたわけじゃないんで、ちょっと聞くところによりますと、ダヴィンチが、修行してたベロッキオという人の工房で修行してるときに、師匠とか、他の弟子たちと一緒にダヴィンチも参加して描いたというような話が伝わっています。一応定説ですと、この天使二人をダヴィンチが描いたということになってて、あとは師匠とか、ボッチチェリーが参加してるんじゃないかというような話も聞いたことありますけども、確かにそう言われれば、こちらの、これが洗礼者ヨハネですけども、ヨハネよかったかな。名前がなかなか覚えられない。このヨハネの、手は、血管までしっかり描かれているのに対して、これキリストの、この体はきれいというかのっぺりとしたというか、血管も別に書いてませんし、そういうところの違いでいろんな人の手が加わった作品じゃないかと、言われるのも無理もないなという感じがします。皆さんこの絵見てどう思いますかね。どう思うか、それは自由なんですけども、一応ちょっと見ていきますか。これが、洗礼者ヨハネがキリストに、洗礼をしているところですね。
まあ、ちょっと大きくしてみますか。この水を頭の上にこうかけてるという感じでしょうかね。あとまあその時にまあ天から光が差してるみたいな感じですか。一応これ見るとこれ一応真ん中にあるように感じますけど、まあこれもちょっと覚えておいてください。あとはそうですね、私がまあいろいろ不思議に思うあたりをちょっと見ていきますか。まあこの木ですね、これね、ダヴィンチのあの受胎告知にも出てくるんですけども、これちょっと変わった木なんで、まあこれ多分また美術の専門の人はこれはなんかイタリアにはこういう木がありますよとかいろいろ言うと思うんですけども、まあ一応この特徴的な形の木はよく出てきます。受胎告知で、非常に意味を持つ木になりますんで、まあそれは今日は触れませんけども、ここで私が気がついたのはちょっと気になるのがこの鳥ですね。この鳥、右の方へ飛んでいく鳥、この鳥が何を意味するかということで、これ後で説明しますけど、非常にこの鳥が、私にとっては非常に重要な鳥になりました。あとですね、これ皆さん、これみんなどう思ってるのかよくわかんないですけど、この岩の上にこうなんかこうありますね、なんかこうなんとか円盤というか、これ一体一般的にはどう思われてるか知らないんですけど、私はこれ受胎告知の木と、あとこれなんか大天使ガブリエルの羽、一種の象徴みたいな感じに思えるんですよね。で、このガブリエルのこの鳥の羽が描かれてる絵って何か謎が隠されてるような気がしてしょうがないんですけども、一応この絵もちょっとただ見てるだけじゃなくて何か謎がありそうだなという予感をさせるこの部分ですね。あとはまあそうですね、まあ特にまあキリストの、まあ、顔もちょっと、まあ、ちょっと貧相な感じに描かれてますけど、まあそれはまあいいとして、あとちょっと気になるのはこの腰布というか、まあ、パンツってこともないですけど腰布、これちょっとあまりにもちょっと派手だなというふうに思います。まあ当時の布はこういう布があったとか、なんかいろいろまた調べる人もいると思いますが、まあ単純に派手なパンツだなと思って、私は見ましたけど、まあ皆さんどう思いますかね。まあこれも後で説明しますけど意味があったということですね。あとは天使二人、これがダ・ヴィンチが描いたと言われてるんですけども、まあ有名な逸話ではこの天使をダ・ヴィンチが描いたのを師匠のベロッキオが見て、あまりの素晴らしさにもうそれ以後筆を持たなかったというような話がありますけど、もうね、私はそれ疑問なんですよね。この特にこっち側の天使、体の線というかそういうものがなんか薄っぺらい感じがして、なんか折り紙みたいに見えちゃうんですよね。
あんまりよく描けてないというふうに見えるんです。で、これを見て驚いた師匠、本当かいなというふうにちょっと疑問に感じますが、これもまたこれわざとというか、こういうふうに書いてあるような気もします。それがまた後で変わるんで、見て、最後まで見ていただければいいと思います。あと、一番重要なところは、ここですね。ここ。これ、この木じゃなくて、この木の中に、なんかこう、うっすらシルエットが見えませんか？ここが一番重要ですね。重要だと私は思います。で、これよく見てもらうと、このシルエットと、この鳥のシルエットっていうのは関連性があるわけです。わけですというか、と思います。ちょっと、試しに、面白い実験をしてみましょうか。ちょっと待ってください。これは、ちょっと先に出して、いないね。これで、これでやってみますか。さっきの右に飛ぶ鳥、ちょっと大きいんで小さくします。これと大体同じ。このぐらいでですね、これを反転させます。で、これをこっちへ持ってきて、まあ同じぐらいにしてみますか。ちょびっと回転させて、ここへ持っていきますと。これどうですか？ぴったり重なるの分かりますか？もうちょっとあれかな、このぐらいかな、どのぐらいですか。ほとんど同じですよね。これについて何か研究したものがあるかと思っていろいろ調べたんですけども、まあ全部調べたったって、まあインターネットでいろいろこういう書き込みがあるかと思って見たんですけども、案外ありませんでした。結構これ重要な発見だと思うんですけども、なんで右側に飛ぶ鳥がまたここに描かれていくかと。しかもシルエットで。で、これをどう解釈するかですけども、私はまあ直感的に絵を反転させろと。いうふうに感じました。まあ、考えてみれば、ダ・ヴィンチは、まあ、反転文字も書いたり、まあ、なんというか、
反転マニアみたいなとこありますんで、これはこの絵をひっくり返して貼り付けなさいという意味じゃないかというふうに解釈をしました。それでですね、ちょっとさっき先に画像が出ちゃったんで、まあもう一回ちょっとやってみますか。これ今鳥はちょっと消します。これでこれでどれかな、いや同じ、あこれは違いますね、同じ絵、まあいいや、同じ絵をこの上に今乗っけました。でこの上に乗っけた絵をひっくり返します。とこれ反対になりますんで、これを、50% 透かしていきます。そうするとこういう画像が浮かび上がります。ちょっと大きくしますか。皆さんどういうふうに思われますかね。ちょっとずらしてた。これでか。で、さっきあの真ん中にあると思ったこの光が実は真ん中じゃないってこともよくわかりますし、本当にセンターに書かれているのはキリストの目、あとキリストの指先、あとですね、このさっきの派手なキリストのパンツ、これがこういう画像になります。これはあの何かあのテーブルのように見えるんですよね。でこの上に何ができるかというと、なんかこうグラスみたいのが現れてくると。まあこれちょっと考えすぎというか、まあそれはまあ見方は自由なんですけども、まあ自由で私も自由に考えてみると、これはなんか聖杯と言われてるものに見えてきてしまいます。テーブルの上にグラスが置いてあると。それでですね、あとは先ほどの天使ですね、ちょっと薄っぺらに見えたんですけども、重ねてみるとこの腰の線が正確になるんですよ。でまあこの天使だったら、師匠は筆を折っても私は許しますけど、まあ、さっきの絵で腕を折るようじゃちょっと納得できないなということで、あとは、洗礼者ヨハネの、腕がですね、この天使の肩にそっと置かれるというちょっと心にくい演出が、ありまして、これもちょっと驚きましたけども、まあ、一応この鳥がこの中にもあるということで、こういう作業をしなさいというふうにダ・ヴィンチが言ったというふうに私は解釈します。まあこれをあのどうやってダ・ヴィンチが、まあ当時はパソコンとかないし、まあ私はあのこういうソフトがあるんで、簡単にできますけども、まあできないことはないです。あの大きな鏡があって横に置いて反転させた画像をあの両目で見て、あの訓練すればある程度こうずらすことはできるんですけども、まああんまり大きいそんな鏡も、まあ、当時はまああったでしょうけど、かなり高価なもんなんで、そう簡単にできないということで、まあそれどうやったかを、謎を解明するのに、まあ私、半年くらいかかりましたかね。で、いろいろやって見つけたんですけども、まあ今日はそこら辺の話は、ちょっと割愛させてもらって、まあ一応こういうことで、反転させて、
貼り合わせて、50% 半分透過させるというと、こういう画像が出ると。まあこれ見方によってはいろんなものを想像させる絵になると思いますけども、まあ私はちょっとここじゃ言えないようなものも想像しちゃうようなとこもありますが、まあそれはまあ一応こう今日は言わないで、まあ一応皆さんも自由に見ていただければいいかなと思います。それでまあさっきのまあ、そうですね、何か見ますか、ちょっと待ってください。うん、これがさっきのなんか羽のように見える、まあ羽の記号みたいな感じ、まあちょっと強調してみたんですけど、あとこれが鳥ですね。これ鳥、あ、これが反対側の鳥。うん、これが真ん中にあるように見えて、実は真ん中じゃない。ここら辺は、まあこれ腰布の、まあ、鳥。うん、まあこれは拡大したところですね。うん、これ、この段階だと、やっぱここら辺のこの腰の、なんていうんですかね、正中線って狂ってると思うんですよね。これ関係ないか。これ関係ないですね。これも関係ないですね。あ、これも関係ない。あ、これがキリストの抜き取ったところです。あ、これ並べたところ。まあ、こんなような感じですけども、他になんか面白いのは特にないか。そうですね。まあ、これちょっと今、あれが開いちゃったんで、開くか、うん。この天使だと体の線が正しいという感じがします。これがまあ、ですね。テーブルの上のグラスみたいな感じ。あとは、特にこれといったものもありませんけども、まあこれはまあちょっと半分お遊びでちょっと処理を変えてみたりしてこんな感じに見えたりするんですけど、まあこの辺が結構強調されてきますが、結構なかなか興味深い、画像になると思います。まあこれをまあ教えても、まあ、ダ・ヴィンチに教えてもらったというふうに解釈して、あとダ・ヴィンチの絵も片っ端からこういうふうに処理して、まあこの画像を処理したわけじゃなくて、その単純に原画に貼り合わせて反転させた絵を、それで半分透かすということをダ・ヴィンチの絵でも全部とりあえずやってみました。結構いろんなことがわかります。で、そのできた画像がどうのこうのっていう前に、まあ、中心がどこにあるかっていうのは一目瞭然でわかります。まあ、それだけでも意味はあると思いますけどね。まあ、当時の画家がその中心線ってものをどれだけ意識していたかということは非常によくわかります。まあ、そういうこともあって私のこの、絵画の研究の一つのまあ柱のまあ2本あるうちのまあ2本か3本のとりあえずその1本であることは間違いありません。まあ、そういうことでですね、今日は私がなぜその反転貼り合わせ 50% 透過をやり始めたかといういきさつについて、お話しさせていただきました。まあ、今後はですね、まあ
そのダヴィンチたちがどうやってそのこういう画像を当時作り上げ、どうやって見たかということについてやってもいいし、まあ最後の晩餐始めるとかなり何回かに分けてやらないとすごい、内容なんで、まあちょっとまあ軽めというか、他の絵の謎解きもちょっとやってみたり、していきたいと思いますが、まああのあまり長くなるとまた、評判悪いんで、まああの、まあ、昨日の動画もまあまだ再生回数0回ですんで、多分見ましたよっていうような書き込みもFacebook とかやるんですけど、まあ多分ダラダラやってるんで、途中でみんなもう見ないでやめちゃったみたいな感じだと思いますけど、まあ別に、まあとりあえず、まあ気楽にやっていきたいと思いますんで、まあ今日はこのぐらいにしておきたいと思います。どうも、まあ見て、最後まで見ていただけた方はありがとうございました。YouTube でもしこの動画が、アップロードされた場合は、右端のところに、登録マークが出てますんで、まあよかったら登録していただければ、まあ過去の動画とかそういうものも結構時間かけて作ったのもありますんで、よろしかったら見ていただきたいと思います。それでは今日はどうもありがとうございます。